Welcome back to this playthrough for Tokyo Xanadu. I'm going to continue to do all the final Rainbow Road conversations. Next one on the list, I believe, is Yuki. So, without further ado, let's jump in here and take Yuki around Rainbow Road for the Autumn Festival. Right, yep, Yuki's next. So here we go. Yoshi, sonja sassoku. Kou senpai. Yuki, nanda, modotte kita no ka? Aoi-san ni atte kuru n janakatta no ka? Aa, ichio atte kita kedo, chotto yokei na no mo ite sa.なんだそりゃよくわかんねえがまあ暇してんならちょうどよかったぜイベントってのが始まるまで一通り回ってみねえかえ先輩と実はちょうど声をかけようと思ってたところでな昼間の礼もまだだったしお前がよければって感じなんだがへえまあいいかどうせ暇だしね決まりだな早速行くとしようぜThat's why he didn't.But this conversation will be basically all the same.
missed something. Oh, yeah. Call it Rainbow Road? My bad, Sunshine Road. なあ君、こんなところでどうかしたのか。もし誰かとはぐれたんなら。来られたみたいだね。ああちょっと場所を移そうか。ここは少しの間、空間を閉じさせてもらったよ。ここなら静かに話せるかな。はあ、このロリックもほんとブレないっていうか。たく、神出鬼没にも程があるだろう。そういえば最初に俺を起こしてくれた声も。一応礼は言っとくぜ。逆に言えばあれくらいの干渉しかできなかったんだけどね。どうなることかと思ったけど、なんとか収拾がついてよかったよ。どうやらずっと見てたみたいだね。レム、お前は当然分かってるってわけか。あの時夕闇の使徒が言っていた。だって僕には10年前僕が。どうして東京迷彩が起きたのか。そもそも夕闇の使徒がなんで東京に現れたのかも。もちろん僕は観測者だからね。全ては起こるべくして起こった。あ、今言えることはそれだけだ。そうか。ああもう相変わらず思わせぶりっていうか。今回の因果は僕にすら予期しえなかったものだ。もしかすると本当の意味で何かが始まりつつあるのかもしれないね。この地でなのか、あるいはどこか別の地である可能性もあるけれど。あ、それは いずれにせよ再び選択の時が来るだろう。その時君たちが人が
一体何を選び取るのか。これからも見守らせてもらうよ。答えが出る。行っちまった。ああ、気になることを言うだけ言って消えちゃってさ。ああ。何かが始まりつつある。どうしたのさ、黙りこくっちゃって。コウ先輩ともあろうものが、ビビってるんじゃないだろうね。お前の方こそ。これまで以上に手強いゲームが待っているかもしれないぜ。ふん、望むところさ。なんたってこっちは最強パーティーだからね。これから何が待ち受けようが問題ないでしょ。ああ。まあ大船に乗ったつもりでね。なんたって僕がいるんだし。たく、ありがとな、ユキ。おーい、二人とも。そんなところで何やってんだっつの。そろそろステージが始まっちまうぜ。やれやれ。おう、今行く。レディース&ジェントルマン、お待たせしたね、諸君。森宮青春祭2015特設ステージ、いよいよ開幕だよ。最高の夜にしようね、森宮のみんな。Whatever, Cuphead. Alright, so there you have it. That's Yuki's ending, and so far most of the conversations have actually been very, very similar to one another. So I guess I was possibly misled by the fact that there's so many entries there in the extras menu, but so far there's not really been a lot of variation
with these endings for Sunshine Road, but well, I mean, I've already started. Might as well finish off, I guess. Anyway, that'll do it for this video. So thank you very much for watching. I'll see y'all in the next one. Take care.